はい、こんにちは、ブルーフォースです。今日は努力は報われないっていう話をしていきましょうね。頑張らなきゃいけないって思う人たちがいっぱい世の中溢れている中で、努力したって意味ないのっていう話なんですが、やり方次第なんですよ。で、努力が大事だっていうこと自体は、もう誰もが大事だっていうのはもうね、大切だっていうことはもう皆さん認識してると思うんですよね。で、結局、報われないけど大事だってどっちやねんっていう話なんですけど、何かっていうと、最強かつね、もうストレートなツッコミっていうのも、ありがとうございます。で、子供の頃から努力は必ず報われるから頑張りなさいよっていうことを先生とかね、親子さんからこう結構聞かされたと思うんですよね。もう何度も聞かされて、まあ汗を流すことが、まあ美しいみたいなね、特に日本人はそういうところに美徳を感じるみたいなことなんですけど、じゃあ、あなたたちは努力した結果、今そういう状況なんですねってこう言いたくなるような気持ちを、言われる側を抑えつつですね、まあ実際このことを、じゃあ、努力すら必ず報われるぜっていう話を信じている人たちってどのくらいいるのかっていうと、僕は個人は否定派ですね。頑張ったから報われるなんていう、そういう綺麗な話があるんだったら、誰だって努力頑張りますわってところが、一生懸命頑張ってる、でも報われない、お給料は低いし、長時間働いてるし、全然幸せそうに見えないしっていう人たちが世に溢れているからこそ、努力したところで、対していい生活をすることができないんだったら、じゃあ遊んだ方がいいよねってなっちゃうと、まあそういう感じなんですよね。うん。で、信用されてないんですよ、そもそも努力は報われるとか努力は大事だって言葉がね。子供に勉強とかスポーツをさせる際に、親は必ずね、努力は報われるから最後までやりきりなさいとか頑張りなさいっていうことを言うんですよ。で、社会人の方に向けて、まあ、例えば新人さんとかね、若手の方に向けて成果を上げてもらうために、上司は必ず努力は報われるって言うんですよ。ところが当事者たち、要は言われる子供とか、それから若手の社員とかっていうのは、意見としてはね、努力したって報われないじゃない。っていうのが本音なんですよ。実際努力しても報われないことが多いっていうことの方が事実なんですよ。多いの事実なんですよ。じゃあ実際報われていない状況を見て、そういうね、報われないじゃないかってことを言ったとしたら、努力すればなんとかなると思っている人たちの意見からすると、いや努力は最低条件でしないやつが悪いみたいなことを言ってるんですよ。で、成功した人はもうみんな努力してるんだ、あいつ見てみろ、あいつ成功してるって、あんだけ努力したんだぜっていうことを言ってると。で、ここには残念ながら論理の破綻っていうのが発生してて、何かっていうと、この話自体は説得力が全くないことっていうのは明白なんですよね。努力が報われるよっていうことをね、なんか前提において話をしておきながら、報われないかもしれないと。で、最終的には成功した人は努力が報われてるんだっていう前提のわけがわからない話が出てきてるんですよ。だからなんかそうやってすげ替えられてしまってるんで、結局努力すれば報われるぜっていう話は響かないっていうことになっちゃうんですよ。だから成功したいっていう欲がない人にとっては、努力をすること自体っていうのは何の説得性もない言葉でしかないんですよ。だから一生懸命頑張ろうっていう気も起こらないし、頑張ってしんどい思いするくらいだったら、頑張らなくてもなんか楽だなとか幸せだなって思える方向に向かいたいというのが、まあ本音だと思うんですよね。ところが努力派の人たちっていうのは、こういう人を見て、なんか欲がないからダメだ、意欲がないからダメだ、努力しないからダメだっていうレッテルを貼り付けて、ダメなやつ認定っていうのをしてくるんですよね。あなたたちがどれだけいい人なんだっていうのは、もう自分のことを棚上げしてるわけなんですよ。うん。で、この、じゃあ努力すればなんとかなるっていう人と、努力してもなんともならないよって言ってる人たちのズレの根源っていうのは一体何かっていう話なんですね。努力派とそうじゃない人たちのズレっていうのは一体何なのかっていうと、努力と結局報酬っていうのがセットしてるわけなんですよ。セットになってるんですよ。だから、努力っていうのは何か報酬を得るために必要なことっていうふうに考えられてるわけなんですね。だから、例えば、金銭的見返りとか、それからまあ、社会的地位とか、男にモテる、女にモテるとかっていうような報酬に興味がない人からしたら、努力なんてする意味がないっていう認識になるんですよ。そもそも努力そのものが報酬を約束してくれないんだから、努力なんかしなくてもいいんじゃないかと。頑張らなくても最低限のその生活している範囲で生きていけるのであれば、もうその考えを持つ人が出てきても不思議じゃない世の中なんですよね。最終的な防御線っていうのがあったりするわけじゃないですか、生活保護とかね。だから報酬っていうのは努力の理由じゃないんですよ。じゃあなんで人は努力するのっていうことを考えていくと、答えは非常に簡単なんですよね。努力しないと不安になるんですよ。で、努力っていうのは辛いんですけど、努力することってめちゃめちゃ楽なんですよ。え？矛盾してません？って思うよね。うん。矛盾してるようなんですが、これが真理なんですね。人っていうのは暇が苦手なんですよ。
で暇っていう状態を耐えることができないんですよね。だから何かをしていないと不安になっちゃうんですよ。何もすることがないとか何もしていないと不安がよぎってしまうから努力をしたがるんですよね。だから努力っていうのは辛いんですけど、不安から逃れられるから努力は楽だ。何かに没頭している方がメンタルにとってはいいということなんですね。だから努力を強いてくる人たちっていうのは、自分が何かこう頑張ってない人を見るとこのままでいいんだろうかっていう、人を見て不安がある人たちが多いから、なんか他人に対しても努力を強いるっていうことなんですよ。ところが努力をしなくていいと思ってる人は、別に努力することによって不安をかき消そうなんていう、そもそものメンタリティがないから必要ないんですよ。そこがずれてるっていうところなんですね。で、働くっていうのも同じ理由だったりするんですよね。働くことでストレスを感じている人が多い一方で、文句を言いながらも、ね、仕事を長く続けている人たちっていうのが大半だったりするんですよ。何もしない毎日をダラ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 と過ごしていたら、なんかこのままお金も稼げないし、社会の人たち、まあ、その社会的コミュニケーションを設ける場もなかったりするし、このままでいいんだろうかっていう不安が募ってくるんですよね。だから、ブー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 文句を言いながら、ノルマを課されながら、なんか上司にせつかれながら、でも頑張るっていうような状態になるんですね。だから、しんどい思いをしてでも、こうやって働いている方がまだマシだって思う人たちが多いから、なんか努力をする、仕事をするっていうことなんですね。働くとか努力するなんていうのは、結局、一生懸命やって何か報われるために頑張ろうっていう前向きというよりは、不安にならないようにするための防御線としてやっていく。まあ、その程度に位置づけだって思ってもらったら OK なんですよ。努力ってその程度です、正直言って。うん。だから、ね、マトリックスなんかっていうのがありますよね。1999年に第1作があって、2003年に第2作、第3部作っていうのがあった、キアヌ・リーブスが主人公の作品ですけど、その一節に、まあ、モーフィアスが言ってたんですかね、確かこれは。マトリックスは君たち人類が作ったのだと。楽しくて幸福な生活のためになと。だから人類が不思議なものだ。不幸や苦しみがないとかえって不安になるらしい。この不幸や苦しみっていうのが努力でもあるし、楽しくて幸福な生活のためにも努力が必要だということなんですよ。だから努力どっちもあるんですよね。だから努力するっていうのは、努力することで人生が不安なく送ることができるとか、で何かを成し遂げたり達成感を味わうっていうのは、まあ、ごく一部の人たちなので、本質に努力が前向きにしてくれると、不安を取り除いてくれるよくらいに考えて、まあ、何か頑張れることを頑張ってみようという、まあ、そんな風に考えてもらったら OK です。そもそも頑張ることとか努力することとかって他人に共有されることじゃないですからね。それをするくらいだったら、じゃああなたが言う分、その分ご自身で頑張ってくださいという、まあ、その程度だと思ってもらえたら OK です。ということで本日の動画は以上でございます。また会いましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。